こんにちは、やるき先生です。いつも励みになるコメント、本当にありがとうございます。こういうね、ありがたいコメントのおかげで、授業動画の更新頑張ろうっていう気持ちになります。さて今日はですね、Q&A シリーズ。授業が遅な質問があったんでね、シェアいたします。今回はこのようなご質問でした。ぜひ一度ね、動画を止めて考えてみてください。やっぱり自分の頭を使って考えることで、数学力って磨かれていきますもんね。それでは OK でしょうか。ではここから解説です。どうぞ。 では行きましょう四角形 ABCD は線分 AB を直径とする円に内接しこの長さであるとまずはやっぱりね時間をかけすぎずできるだけ正確な図を書く必要があります AB を直径とする円を書くんですねで四角形 ABCD はこの円に内接していて BC が7であるとやからこの今書いた AB これが9なんでねそれよりもちょっと短めに BC を書きます で CD も DA も同じ長さなんでねこの C と A のちょうど真ん中ぐらいに D を用意すればいいですよねまた2直線 AD と BC の交点を E とすると AD の BC の交点が E なんですねじゃあまず方針から確認しておきましょうとはいってもねこんなにカッコ1からカッコ6までたくさん問題があるんでねもう方針というかほんと当たり前のことです それは基礎を徹底しておいてもうできること自分が思いついたことは全部やっていこうということなんですね今回の問題はですねすべて基礎の組み合わせで解くことができますだからねもう1問でもダメやったら必ず24時間以内に解き直ししましょう知ってる問題でね満点取れないのにどうやって知らん問題で満点取れんねんという話ですよね ですからね、模試とかもそうですけれどもこういう応用形の問題は必ずねダメやったら24時間以内に解き直しするということが本当に大切になりますじゃあかっこ1から確認していきましょうサイン各 CAD を求めよううという問題です。まず各 CAD に注目するそうすれば三角形 CAD がちっちゃいながらも円に内接しているということがわかる 求めたいのはサインの各 CAD そして外接円の半径が分かっているという状態ということは正弦定理を使えばいい外接円の半径を R で表すと正弦定理よりサイン各 CAD 分の CD は 2R と表すことができるで CD の長さは 32R っていうのは外接円の直径のことやから AB と等しくて9だからここが3ここが9になる あとは計算を進めていくと s i n 角 c a d は3分の1とわかるじゃあその次は s i n 角 d b e を求める求めたい角 d b e は故 cd に対する円周角とわかるそしてさっきまで注目してたこの角 c a d も故 cd に対する円周角であるとわかるということは円周角の定理よりこの角 d b c は角 c a d と等しいということがわかる とということは求めたい s i n ×ビ b の値はさっき求めた s i n 角 c a d の値と全く同じの3分の1とわかるという流れですね。じゃあ次 ×3 いきましょう。さ3 s i n × b d を求めるという問題ここですね。2で角 a b e に注目させられたから三角形 dbe に注目してみる。 そしたら CD の長さと DA の長さが等しいから、高 CD と高 DA の長さが等しいとわかる。等しい子に対する円周角は等しいので、この各 DBC と各 DBA は等しいということがわかる。さらに AB は直径やから、直径の子に対する円周角、つまり各 ADB は90度とわかる。当然各 EDB も90度とわかる。 じゃああとは BDA が共通やから三角形 b d e と BDA はこれ合同とわかる。ということはこの角 E と角 A の大きさは等しいから sin 角 BED を求めたいなら sin 角 BAD を求めてもいいんだということがわかる。じゃあ sin 角 BAD を求めるにはどうすればいいかっていうとこれは三角形 BAD が直角三角形やから簡単。 ここが90度ここが求めたい角になるようにこの三角形をくるんと回転させるこの時 sin は ab 分の bd とわかるじゃあ bd の長さはどうやって求めることができるかというと今 ab は9と分かっている ad は3そして直角三角形っていうことは三平方の定理で bd を出せるじゃないかという方針なんですね 以上を回答に表してみましょう。まずは三角形、この ABD とそして EBD が合同ということを言います。共通な辺なので BD イコール B で、そして AB が直径ということから各 ADB も各 EDB も90度だという。 で、こう AD とこう DC が等しいから、ここの角 ABD とここの角 EBD が等しいというと。じゃあ、どんな合同条件かっていうと、一辺とその両端の角が等しいんですね。これは直角三角形ですが、直角三角形の合同条件を使うわけじゃありません。斜辺が分かってないですもんね、こっち側が。これにて ABD と EBD の合同が言えたんで、角 BEA と角 BAD が等しいということが分かる。 つまり求めたいサイン角 b e d を求めたければサイン角 b a d を求めてもいいということじゃあサイン角 b a d を求めるには何が必要かっていうと bd の長さ bd の長さが必要になるということで三平方の定理慣れてる人は bd イコールルート9の2乗引く3の2乗とあとは計算して6ルート2とわかるしっかり書きたい場合はこのようにやっても同じように求めることができる じゃあ今 BD が6ルート2と分かったんで求める sin×BAD っていうのは9分の6ルート2約分して3分の2ルート2と分かるという流れなんですねでは次 ×4 いきましょう DE と CE の長さを求めるんですねただもう括弧3でね三角形 ABD と EBD が合同って分かったんでこれもう楽勝ですよね DE は AD と同じ長さつまり3と分かるで BA BE BE ととが同じ長さやかから、BE、は9わでそのうち BC は7やから求めたい CE は9 7で2とわかるもうこれで終わりです。以上回答に表すとこのようになります。問題ないですよね。でちなみにこの DE と CE の長さなんですがこれは今のね合同に気づかなかったとしても求めることができます。どっちかというとねこの考え方の方が使うことが多そうです。 でそれはどうするかっていうと、三角形 EDC と EBA の相似に気づくんですね。なんで相似かっていうと、四角形 ABCD は円に内接しています。じゃ円に内接しているとき、向かい合う角の和ってどうなるんでしたっけっていうと、これ180度ですよね。だからもし角 B を黒丸と置けば、角 ADC、これは180度引く黒丸となります。じゃあこのとき、角 CDE は黒丸になりますよね。 まだ三角形 e d c と EBA で角位は両方ともに共通していますということは2つの角が等しいんでねこれは相似だと言い切れますよねじゃあ今2つの相似が見えたんで向きを揃えて角で DC は3そして BA は9と分かっている相似比は1対3と分かるで今求めたい DE を XCE を Y としたら AE はこれ 3+X3+X と分かる 同様に B はこれは 7+,Y とわかる B は 7+,Y で今掃除比が3対9つまり1対3やから 7+,Y は x の3倍そして 3+,x は y の3倍とわかるあとは計算していけば x イコール 3y イコール2と求まるという流れですねまあでもやっぱり合同に気づきたいところですねなかなかの手間ですただこの考え方自体も大切ということは分かっておきましょう じゃあ次、過去後三角形 C E の面積を求めましょう。と言ってももう材料が揃ってるんで簡単ですよね今ここの長さが3ここの長さが2と分かりましたそしてさっきの問題でね s i n 角 d e b はね3分の2ルート2って分かってますじゃあこの時三角形の面積ってどうやって出るんやったかなっていうと2分の1かけるこれかけこれかけ s i n で求まるんでしたねということであとは計算して2ルート2と分かるという流れですね では最後カッコ6いきましょう2直線 ACBD の交点を F とした時の EF ということですね図示してみましょう AC と BD の交点が F なんで求めたい EF ってここのことなんですねでこんなもんどうやって求めようかいなってところですが今 C e の長さが2って分かったんですねでさらにここまでのことで各 BAD と各 EAD が等しいっていうのも分かってます 内角の二等分線ができてるんですねこの形よく見ますよねこれ平の比使いますここ対ここはここ対ここみたいなありましたねだからこれ FC の長さも分かりそうなんですただそのためにはこの AC の長さが分かっとかないとダメなんですがここでまたねこの AB が直径っていうのが効いてくるんですねここが直径っていうことは各 ACB ここ何度になりますかっていうとこれはやっぱり九十度になるんですね ということは、これで方針見えました。三角形 EFC に注目したらいいんですね。だって、ここが90度で、ここの長さが2と。で、ここが直角三角形っていうことは、三平方の定理で AC の長さを出すことができる。じゃあ、FC の長さも出すことができる。なぜなら、ここが角の二等分線やから、ここ対ここは AF 対 FC っていうのを使うことができるから、AC の長さが分かってたら FC がわかるんですね。 じゃあ FC EF ががかかったら最後三平方方のの定理でで、e、長さが分かるという方針です。じゃあここから具体的な回答を見ておきましょうこの fc の長さを出すためにはまず ac の長さを分かっておく必要があるとやから三角形 abc で三平方の定理を使うことを言うんですね ac の長さはこれはルートの ab の2乗引く bc の2乗で求めることができるので4ルート2と分かる しっかり書けばこんな感じでここ角の二等分線になってるからここ対ここはここ対ここつまり AF 対 FC 対対は9対7とわかるじゃあ比で考えればこの AC 全体っていうのは9と7の合わせた丸16とわかる。 だから FC は AC 全体の16分の7倍だということがわかる。ということで FC の長さは今求めた AC4 ルート2の16分の7倍で4分の7ルート2とわかる。これで FC の長さが4分の7ルート2と分かったからあとは三角形 EFC で三平方の定理を使えば斜辺 EF の長さがわかる。EF はルートこれ2乗足すこれ2乗。ということであとは計算をしていくだけ。 最後162をゆりかして4分の9ルート2が答えとわかるという流れですね。